電話の1本目が初動がすごい嫌で、ああ、かるかるかる、よし、出ましょう、女子会入れてみたいな。職人から営業になりました、うん、それについていろいろ営業なんてどうだとか、営業って実際何やるの、飛び込みしろとか営業まで嘘つけとか、なんか上手なこと言う必要ないよね。俺一番大事なのかなと思うけど、翔くんとかカンタくんもし営業やるってなった時に感じてほしいのが、うん、じゃあ抜き替え道場、まあ一応営業責任者じゃの中で どうしていきたい。結局安取りしたらここ削っていくとか、まあ何て言うね、削りとか、うん、おーいいね、うん、すごいなんか考えとるよ、考えとるよ。はいどうも、はい、みやちゃん、はい、今日からフル出勤ですか。そうですね子供も大きくなりだけど、お前また次の子生まれるで、もうすぐ産休休憩でやらない。ふざけんなよお前、俺をどんだけ振り回すんだお前、何かしらで飲み屋の女みたいな俺を振り回すの久々のフル出勤で、今日は現場がないから、現場がないっていうか足場がなかったんか、塗装も遠かったんだな。そうですね、遠いで、ちょっとみんなとりあえず緑店でもいじに行くかと。でも今日は河合くんの大プロジェクトあるだろ、お前がなんかがっつり聞くと、お前主導で聞いてくれると。今日カメラマン俺がやるわ、ちょっと気まずい、目を復活の、気まずいそれ、いや俺の最強のカメラマン見せるわ、喋れるカメラマン、さんだったらいけたかもしれない。なんでいいやぞ。やってみましょうか。そうですね。ピンマイいます？いや、かわいそうな声やっぱ向こう聞いたっていう。ピンマイいいですか？はい。一応とりあえず持ってきます。とりあえず持ってきますね、じゃあ。はい、すいません。はい、わかりました。やって、アシスタント俺、社長。はい。緑で久々に来ました。塗り替え道場、緑店。かわいくん、来ちゃった。電話喋っていろいろ相談して、のりさんも出かけみたい。何だ、なんで逃げてくよね。おい、あ、映していいの、マスクしてないと映していいの、マスクして、マスク、いや、いいの、何、今日なんか美容院どうか分かるもん、性格が。いや今日いいですよ別に撮ってとかあ、いい商品何持ってる、今日いや俺昨日家大掃除しとったら出てきてさ、はい、サンプルが。でこれ今テレビ CM めちゃくちゃやってるでしょ、なんか出川かなんかやってるの、やってます、出川、これが本当に今めちゃくちゃ売れとんの、リライブの方がね、リライブシャツも、でうちはリライブとさらにカバロス加工か、消臭とかなんかすごいコーティングみたいなやつをやって、はかどるシャツっていうのを作っとるから、建設用にしかも開発しまったから、まあ秋から、うん、まあ、春にかけて、もうぼちぼち注文してもらったらいいんで、はい、数に限りあるからぜひ注文してほしい。まあ今日は回復の動画だったね、はい、宣伝の。じゃあミオがどう回復を裁くか、企画も何も決まってねえからね。まあコーヒー飲んでね。俺、あのどっちだった？ビトブラック？僕ブラックがいい。ああやっぱりそうだね。俺ビト。なんか面接みたいでこっちが。いや川井さんとか言ったら。お前の騒ぎ見させてしまおうか。でもこうやってカメラ持ってこうやってちょっと一歩引いていいんだって思うだけで精神的に楽だな。そこだって座ってなんか面白いこと言わなきゃ。喋っていかなきゃと思うと出ない力入るだろ、力入るし、何って河合さんと話すのに緊張してさ、はい、いや今日はどんなネタで、今日は、うん、あの前井村さんが、うん、職人から営業になりました、うんうんうん、でそれについていろいろ営業なんてどうだとか、うん、職人だった時とどう違うんだとかめっちゃ話教えてたんですよ。それを河合さんバージョンでも聞いてみたいな。ああなるほどね。でしかも、うん、結構真面目な話だね、ゆき社長ぐらいな感じ。ああそうだね、まあ一応今井村翔の上司だもんね。ちょっとね、あの緑電しか やらんからちょっと俺よブーブー言うんだけど、この電も管理してよ、カメラマン黙ってくれ任せるなよ、俺会社毎日行きたくねえんだけど、声がおかしくない、すごいそれを聞けたらなと、うん、河合さんバージョンまた違う視点が、ね、あ確かに河合さんと今気になるね。それは営業の仕事ってどういう仕事、ちなみに塗り替えの営業の仕事、そこをさ、まあ一つはこれ、まあ、採用になるあれでもなくてもいいんだけど、あのやっぱ営業やって、俺はねどっちかっていうと営業マンが来てほしい、まあ、それもありだけど、うん、職人さんで営業やってみたい。やっぱこのままじゃ俺ね、まあ、40とかになって30になって40になって、あこのままだったら俺飯食っていけないわけじゃん、職人で社会保険もないようなところで働いてたら、そういう人たちが営業やってほしいなと思ってるんだけど、だからそういう人に向けて、まあ、話すと、まあ、営業って実際何やるのって
ちらと、まあ、基本的に反響営業なんで、そのまあ新聞広告出したりとか、ホームページ見てもらったりとかで会社に電話がかかってくる、うん、でそこからまあ見積もり依頼、うんうん、でまあアポ取って現場調査行く、うん、で見積もり作る、うん、で提出する、うん、でまあそこでまあいかに上手に話して契約に持っていくかだとは思うけど、そこまでがちょっと営業かなっていうところで、あとはまあ現場も顔出すんだけど、うん、その中であとは現場管理やってくれる子がいるから、うん、もっと喋れよ、おみよ。いや今ちょっと喋ってる時に入っちゃうと、あの分かんなくなっちゃうから、私視聴者が間違えた、ちょっとアシスタントされてで、まあそこからが現場管理が引き継いで色決めだったりとか、うん、あとまあ近隣の挨拶、お客さんと職人との窓口が管理がやっていくっていう中間 であとはまあ現場はまあ職人が進めていくっていう感じで流れていくな、うん、なるほどね。まあでも本当そうだよね。なんか取り込みしろとか営業まで嘘つけとか、なんか上手なこと言う必要ないよね。うちの営業ってね、自己管理能力が俺一番大事なのかなと思うけど、約束守る、あの待ち合わせする、ちゃんと見積もり、やっぱいろんなこと細かいこと言われるもんで、あ、それをちゃんとさ見積もりに反映しない時あるじゃん。ここ塗らんでいいよとか、ここ塗ってとか、ここはこういう風にしたい。それをみんなさ忘れるわけよ、帰ってったら。その日に作ればいいんだけど、1週間だったらもういろんなお客さん行くからさ忘れるやん。やることもあるでしょう。そうそう、だからそういうことがやっぱできないと。でも職人の偉さとやっぱり営業の偉さが全然違って、うんうん、職人さんのことで全然とやかく言うわけじゃないんだけど、営業の方が俺は偉いなって思う。その業務的には、あ、なるほど、業務的には絶対職人の方がこの夏場だったり冬場の寒さだったりとか、うん、辛いけど、その時間の縛りがやっぱりまあ例えば8時半から5時半まで、うん、でその後その間に電話とかかかってくるけど、うん、営業って別に時間外もうずっと電話かかってくるし、うん、やっぱりそういうのだったりとか、もともとずっと職人やってたんで、うん、電話とか嫌なんですよ。ああ、その初見の電話が一番嫌で、うん、まあ明るく電話しますけど、うん、まあ、本当ですか。あたつこないよ、これ俺をなんかあのノーマークやった今。そこに突っ込んだお前。いやいつも暗いみたいじゃん。いつも暗いっていうか、怒ってるわけではないって分かるんだけど。よく言われる。その結局とっつきにくいか、なんか硬そうなイメージがあるんだよね。淡々としょるからね。なんかよそ行きモードみたいにならないってことでしょ。あんま喋ったこともないから、うん、余計なんかちょっと怒ってないっていうのは分かるけど、怒ってんのかなくらいな感じの。いや全然大丈夫。俺三男坊で。でそう、河合くんの偉いとこはさ、やっぱ上川の時もそうだけどさ、今でもみんな付き合っとんの、辞めた人間が。俺とは付き合わんのだけど、みんな河合くんのは付き合うわけよ。河合さんで自分からも行くわけよ。まあでも些細なきっかけですよ。本当に LINE とかだと誕生日とか上がってくるじゃないですか、うん、あいつ元気しとるかなと思って、誕生日おめでとうぐらいの感じで LINE して、そっからちょっとまた、いやそれもないな、これそれがすごいんだって。それができないんだと、まあまあ、案外マメなんだと思うよ。女にもマメでしょ。豆だと思う。おはようとかお休みとか送るやつでしょ。あんま送れろ。違う違う違う。嘘。嘘つけ。そう、その毎日なんか送らないですよ。うわ、毎日でしょ。嘘ついてるかおっしゃるやん。いや意外ですね、それは。意外だね。いやなんかそういうなんか井村さんは家でも喋らなさそうだなと思ってるんですよ。喋ってる。で河合さんって今日こういうことあってさみたいなのを。ああ、分かる分かる。話してくれる。すんげえ分かる。喋る好きじゃん。その人と関わるの好きじゃん、うん、ショー好きじゃないじゃん。なんか本当に人に興味なさそういうのいつも本人に言ってるけど興味ありますかって聞いてるけど。あ、でちょっと話戻しましょう。お前ちょっともうメインになったら電話の1本目が初動がすごい嫌でさらっとできないんで、うん、お客さんに電話するときってもう本当に雑音も嫌だし、あー分かる分かる、その時に車の中で一人で電話する。あー分かる分かる、電話しよう。じゃあ気合入れてみたいな。そうそうそう、分かる。で自分のキャラ作って電話するんだ。分かるよ、すっげえ分かるよ。なんかまたソファにガーンって座ってる時電話できんのでしょ。できないです。前乗りになってる、車運転しとる時とか。ああ、移動しながら絶対無理です。嘘。あのイヤホンしてても無理です。結局お客さんと連絡すると日付切ったりするじゃないですか。なんかメモりたいとか、抜けたらどうしようとか。ああ、すごい時間差が。職人さんだからしっかりしてるしね。しっかりしとるな。止まってカレンダー見ながら、空いとるとこ見ながら、お客さんと喋りながら、うん、なんで今うち自分の個人携帯と社用があるじゃんね、うん、2個あるから成立なんですけど、1個だと、うん、あ、嫌なんだ。スピーカーでやりながらこれなる、うん、決まったらすぐ入れるみたいな。だから移動中は基本的にできないんですよ、うん。
でもない職人から営業やってよかったと思う。よかったと思います。ああ、それはどういうところで？いろいろあるんですけど、やっぱりなんか考え方はいろいろ変わったんですね。例えば業務的なことでも、塗装の職人と、例えばその、まあ、1日が終われば、まあ、電話もかかってこんし、終わって、まあ、本当に対壁。うん、まあそうだよね。喋らん壁に対してお客さんだといろいろどう来るかなって。ああなるほどね。考えるやり取りとか合わせてからなんだね。駆け引きだった。まあそれはあるね。そういうので頭は使うようになったんだ、うん、で堀川翔とかカンタもね営業いっぺんやってみようっていうのはそこだよね。なんかそれよりもその職人で翔くんとかカンタくんがもし営業やるってなった時に感じてほしいのが、うん、あのやっぱり職人の時って簡単に例えば、まあ、足場だったら特に車で置いといてとか、うんうん言っとったやつがこの車1台どかしてもらうのに結構な人が動いてるんだよっていうのが分かって、なるほどなるほど、大変なんだよっていうのが分かってくれればそれを持ち帰って足場に戻った時にうちではもう車で受け取いてもらってねって簡単に言うことも、うん、やっぱりじゃあどける場所どこで確保するのって確保するために管理会社に電話したりとか、うん、動いてる人間がおるよってことぐらいは分かってくれればそれだけでも変わりそうですけど、ああなるほどね、ここだからどけてもらっていいとかに、うんうん、そう自分の経験から、あ確かにね、翔くんとかも本当こっち事務じゃねえや、あの営業サイドでも喋っとったけど、うん、営業入ってからあの電話が優しくなったって言って、職人の時の方が、うん、まあ、あみたいな感じで、ああそうやね、あいつオラオラだよねお前の旦那オラオラ星人、オラオラ星人で、お客さんもやっぱいろんな人がおるから、そのクレームじゃないけど営業行くじゃないですか、うん、でなるべく5分前ぐらい、もっと前に到着して5分前ぐらいに入るとか、うん、5分前とかに到着してピンポン押すと、うん、まだ、まあ、10時に約束してるとして、うん、まだ10時じゃねえぞとか言ってくる、ああおる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 、本当おるんだって、その早く来たことが、あこの人ちゃんと時間は5分前行動できるんだなっていう、だからもう5分ないぐらいでピンポン押すようにはしてて、うん、言ってることは分かるよ、で現地行って車止める場所ももうお客さんの家に入っとるからと思って直接昔入れたことがあって、うんうん、いや許可取ってから入れてねって、あ一回外の道路で勉強だよね、して車止めていいですかと、入れさせてもらっていいですかって、やっぱりあの娘さんが帰ってくるとか何かしら理由があったりとか、まあそういうことだよね、確認してから入るようになったりとか、うん、まあ、でもぶつかって覚えてとるかなっていう感じ、ああそれってすごい学ぶ、うん、学ぶ、うん、まあそれ大事だよね、ああなるほど、いい話聞いたな、それでもいっぱいあるから、職人の時ってもう与えられた現場に、まあ、あそこ止めていいですよとかもう言われた前提で行くじゃん、まあそういうことだよね、仮囲いがかかっとるところに入っていくだよね、そうそうそう、建設現場に入っていくからね、まあ言い方あるけどね、足場も立っとるし止める場所も確保する、うん、そうそういうことだよね、うん、これでもじゃあ川口さんちょっと全然話変わるんだけど、はい、じゃあ何で外道場、まあ、一応営業責任者あるじゃん、なので、ね、どうしていきたい、部長になったのか、もうそうだね、だってね、もう年俸制になるんだね、今度8月から、だってもう、まあ、一応役員みたいなもんだよね、なんで役員って、まあ、これ動画使っていいんですけど、あの役員ってあのもう働くことが業務じゃないの、結果出すことが業務だから、役員はあの労働基準法適用されないから、ね、もうそう結果が出せんかったら俺はクビにしたら従業員って俺やられるんだわ、だって、まあ、名前決めなかんね、執行取締役とかさ、執行役員でもう名刺はなってますけどね、ああそうなんだ、すいません、あもう長くなりました、そうそう、あんまりそういうのがよく分からなくてその役員になってどういう風にしていきたいか、会社をそうそう、どうしていきたいかなって、どうしていきたい、難しいですね、うん、うん、まあでも職人派だからやっぱ現場すげえこだわってるから、俺いいことだと思ってんだわ、ただやっぱりその職人の底上げっていうか、やっぱりもう世間がもう言葉が上がってるじゃないですか、あそこ上げっていうのは、お金を増やしてあげたい、そうそうですね、やっぱりその1人区あたりの単価っていうのが、うん、やっぱり昔から変わってなくって、うん、やっぱりいい職人さん残していくために、うん、やっぱりそこそこやっぱり必要最低限のお金っていうじゃないですか、うんうんうん、結局安取りしたらここ削っていくとか、まあ、なってるね、削りどころ探し始めちゃうんで、うんうんうん、じゃなくて、まあ、ちゃんともちろん会社に残せるようにしないと、うん、こっちに還元できないので、あそうだね、そっち職人にあれやったら現場管理やってもらうっていうの前なんか いつも話題になるじゃん、俺はなんか職人肌じゃないから、うん、青木さんに言ってたっすよね、それ、ああそうだね、それもやってたね、動画になってたけど、うん、そういうのやって金額上げてってあるわ、なんで一応今その現場管理までではないですけど、ここまでやってねみたいな、でも結構やってくれるもんね、結構やってくれるんですよ、その色決めとかある程度その、うん、今もう結構 LINE とかでお客さんもやり取りできるんで、うん、話シミュレーションとも LINE でポンと送って選んでくださいみたいな、うん、あじゃあ塗り板送っておきますとか、職人が持って行ってくれてどうですかって、うん、現地でやってくれるんで、うん、そういうのにお金払ったってもいいよね、別で ね、なかなかやっぱさライバル企業があるからね、単価もどんどん上げていくってことはできんから、そう
で、いい仕事してくれるのはもう本当確かだからね、一応職人はね。江藤とか本当に今ちょっと席の現場行ってもらったんですけど、うん、ここから行くとかなり遠く、うん、でももうお客さんといろんなやり取りとか打ち合わせとか、まあ、打ち合わせってこと、打ち合わせはもちろん管理がやるんですけど、うん、まあ細かい話し合いとか、まあいいことだね、まあ、それが強いよね、塗り替えはね。もう古い職人ばっかっていうか、そこを大事にしてきたからね、人を育てたっていうかさ、結構よそでも有名ところでもポンポン職人入れ替わり立ち替わりみたいな人会社多いじゃん。あとやっぱりなんだかんだ一番集客費ってかかるじゃないですか、うん、ホームページでずっと取れれば全然いいけど、ホームページってそこまでやっぱりどこの会社もそうかもしれないですけど、うん、そんなめちゃくちゃバン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 入ってくるわけじゃないんで、うんうん、やっぱりうちだと新聞広告とか、うん、ただそこの新聞取ってない人とかもやっぱ増えてるんで、やっぱり集客費をもし下げて、うん、で今職人さんに今緑点お願いしてるのが、うん、まあ、みんながみんなやっぱりちょっと得意不得意あるもんで、うん、ただやっぱり近隣挨拶の時とか、うん、やっぱり塗装職人って一番時間が長い、そうだね、足場の職人1日と、うん、まあ、解体1日、うん、でシーリングの職人追っても2日、うん、で塗装職人って1週間から1週間半とかおるもんで、やっぱりその間に両隣仲良くなったりとか、うん、でやっぱり仲いいイコールクレーム抑制にもなるもんで、うん、ああなるほどね、あのそういうのからもしあの最後仕上がった時にお客さんとかに声かけて、うん、うまくいけばうちもっていう話になれば、それこそインセンティブみたいな感じで、ああなるほどね、おいいね、うん、すごいなんか考えとるよ考えてるよ、会話すごいな、びっくりしちゃう。だから今そのポスティングじゃないけど、家一軒に対して例えばそういうあのチラシ、うん、入れといて、まあ、職人の名刺も一緒にポチキスで止めるなりして、うん、この職人が塗ってます、うん、で声かけられれば別に全然見に行って話してくれていいもんでって、うん、で営業自体は、まあ、あの現状とかはこっちが行くから、うん、まあ、契約にもしなればそこでその分還元できたらな、うん、素晴らしい。そしたらもう手前がいいね、職人さんからもちょっとやる気出てね、そうそうそう、頑張ろってなれる、そうそう、なんか見られてるみたいなもんじゃん、お客さんが依頼してくれるって、うんうん、その職人さんの名刺を入れてやるってことは、うんうん、その塗装を認められたってなると、うん、職人さんからも嬉しい。ああなるほどね。ただやっぱり苦手な職人さんもいるんで、その人にも絶対やれとはやっぱもちろん言わないし、そういう協力のもとで、今日なんかちょっと下もあるね、油さしたんちゃう。なんかうまいな、なんかな、うまいうまいうまい。まあ、こんなもんしましょうか、53分だし。今日いい感じだな。ちょっとあの SNS、これから SNS の時代、はい、河合さんも SNS の時代だとさっき言ってました。LINE だとか。俺はね、本当に SNS で社員もそうだと思ってるの。ない、やっぱ見られてるっていう感覚もあるし、こうやって動画撮られて、そういうのってやっぱ俺はすごい成長にもつながるかなと思うんですけど、継続力っていうのもすごい、うん、いいな。ああそう、それもあるね、 SNS やるよ、うん、もうみんなすぐちょっとでピッてやめちゃう。だから本当に SNS やったらこうなってこうなるんだよっていうのをもう全て知ってる人たちがあの講師陣にいますんで、最初からバンって上がるわけではない、ない、うん、ちょっと本当そう、はい、ぜひ皆さん、はい、参加よろしくお願いします。お願いします。せーの、見てね。あんまり女子しちゃう。カメラ気まずいわ。出たの内側だって。女子しとん。一応女子。一応女子です。いつでも。女子しとん。いつも女子。どこになったことない。もう子供いつ生まれるんですか。10月末ですね。もうすぐだな。もう1ヶ月ちょっと。やっとだよ。